こんにちは。こんにちは。キックオフ鹿児島です。まずは鹿児島ユナイテッド FC のお題からお伝えしていきますが、ここのところ好調ですね。そうですね、本当に上位争いが白熱してますよね。早速先週行われた明治安田生命 J3 リーグ第14節を振り返っていきます。ユナイテッドはアウェーで長野と対戦しました。この日の長野は29度、日差しも注ぎ夏本番を思わせる中のデーゲームとなりました。白のユニフォームユナイテッドは前半21分、花と藤本の連携から前線で中原、ボランチの中原が絶妙な飛び出しで仕掛けます。前半27分にも木村のコーナーキックから花戸が触りますが、惜しくも枠の外。しかし攻撃の流れが来ているユナイテッド、その直後でした。前半28分、相手のパスが短くなったところを五稜が奪ってシュート。ハイプレスでチャンスを作り、チーム3試合ぶり、五稜自身は10試合ぶりのゴールでユナイテッドが先制します。しかし折り返した後半、長野も反撃、強烈なミドルシュートを決められ同点に追いつかれます。すると後半44分でした。怪我から復帰したロメロのポストプレーから山口、こぼれ球を木村がダイレクト。木村の6試合ぶりのゴールとなるスーパーミドルシュートが決まって勝ち越します。その後はロメロ、鈴木のフィジカルコンビが体を張ってボールをキープするなど、時間を巧みに使い、アディショナルタイム7分間も逃げ切ったユナイテッド、3試合ぶりの勝ち点3を手にしました。今日の試合もたくさんチャンス作れてましたし、やり続けるってことはできてたんで、まあ、いつか点入るというのは、できてたんですけど、まあ、しっかり勝ててよかったと思います。はい、ということで終盤に木村選手のレーザービームのようなスーパーミドルシュートが決まって劇的勝利をユナイテッド収めました。次節ですが、来週土曜日7月1日にアウェーでカターレ富山と対戦します。次のホーム戦は7月9日日曜日の午後6時から福島ユナイテッド FC との対戦です。ナイターゲームになっていますので時間にご注意ください。また昨日行われたガイナーレ鳥取戦は次週お伝えします。明治安田生命 J3 リーグの頂点を目指して、いただきソウルというスローガンのもと、魂を込めて戦う鹿児島ユナイテッド FC の選手たちを紹介するコーナー、目指せいただきユナイテッド名鑑。今回紹介するのは背番号18番フォワードの福田美久人選手です。なかなか出場機会が得られず、チャンスもあまり作れなかったので、もちろん個人としてもそれはもう今年結果残してチームに貢献できるようにしたいですし、チームとしてももちろん J3 賞、J2 昇格に向けて頑張っていきたいと思います。千葉県出身で東海学園大学時代に東海学生リーグで得点王にもなりました。去年ユナイテッドに入団し、1年目は7試合に出場、そして今年は第7節からスタメン出場を続けていて、5月の松本山雅 FC 戦では待望の J 初ゴール、今最も勢いに乗っている選手です。自分の武器はドリブルなので、そのドリブルでその一人で打開できる強さっていうのを見てほしいですし、得点っていうところにはこだわっていきたいなと思います。今活躍されている三笘選手が好きなので、三笘選手の試合はよく見てて、それを真似できたらいいなと思います。そんな福田選手は子どもの頃はどんなサッカー少年だったんでしょうか。サッカーを始めたのは幼稚園年中ですね。それも幼馴染と一緒にやろうってなって、始めました。もう好きだったので、もうサッカーが
もうひたすら友達とも小学校でサッカーもうずっとボール触ってましたね。小学校終わってもボール蹴り行こうぜみたいな、もうずっとですね。まあでもいろんなスポーツ、まあ、水泳もやってたので、まあ、そこと、まあ、一緒にやりながらやってました。チームメイトからはいじりや期待を込めてエースと呼ばれている愛されキャラの福田選手。ドリブルと得点力で名実ともにチームの顔になります。今シーズン大卒2年目になります、福田光人です。おふざけキャラと、もちろんサッカーでも今年は飛躍していきたいと思うので、サポーターの皆さん熱い応援よろしくお願いします。さあ続いては今日から始まる新企画、子どもたちがキック力を競います。新企画、ロングキック王は誰だ。記念すべき最初のチームは、せーの、サンレビン。サンレビン。ではあやさん、りのさん、チームの紹介をお願いします。はい、サンレビンサッカーは月曜日と金曜日の夜7時半から広木小学校校庭で集まり練習をしています。このチームはどんなチームですか。元気で明るくてサッカー好きの人が集まっていて楽しく活動している仲間です。サッカーの楽しいところはどんなところですか。シュートを入れた時に気持ちよくなるところです。チームプレーでシュートを入れた時がとても嬉しくなります。続いてコーチの四つ本さんにお話を聞きました。こちらのチームはいろんな校区、そしていろんな学年の子たちが集まってサッカーされているということなんですけど、どんなチームになるんですか。はい、初心者でサッカーを始めたいっていう子どもたちが集まっていただいて、小さいお子様で保育園生の年少さん、大きいお子様で中学今3年生の子どもたちが来ていただいてます。サッカーを通じて子どもたちにはどんな風に育っていってほしいですか。まあ、サッカーを通してコミュニケーション能力だったり、他には人との触れ合いというところでいろんな人もいらっしゃると思うので、まあ、いろんな子たちを見ながら顔を通していい大人になっていってほしいと思います。それでは行こう、ロングキックチャレンジ。挑戦するのは誰でしょうか。はい、長松英斗くんです。おー、さっそうとドリブルで登場してくれました。意気込みを一言お願いします。ちょっと緊張してるのであんまり飛ばないと思いますが頑張ります。挑戦者、小学5年生の長松瑛斗くん。ポジションはゴールキーパー。得意技はパントキック。飛距離には自信があるそうです。ちなみに好きな食べ物はラーメン。果たしてどんなロングキックを見せてくれるのか。ではルールを説明しよう。ボールは静止状態で蹴ります。落下点までの距離をメジャーで計測。チャレンジは1回だけ。それではエイト君の挑戦です。それではロングキックチャレンジお願いします。お、リプレイで見てみよう。力強いキックはぐんぐん距離を伸ばしている。さすがチームの代表。気合の入ったキックでしたね。はい、素晴らしいキックだと思います。果たしてエイト君の記録は。記録は20m40です。記録は20m40。この記録どう受け止めますか。ちょっと蹴った時にウィンフロントキックになっちゃったので、ちょっとミスキックになっちゃいました。そうなんだ。少し悔いの残るキックでしたかね。はい、練習よりすごいいいキックだと思います。今後もいいキックをしてプレーにつなげてほしいと思います。今回の記録は20メートル40センチ。一体
誰が超えられるのか。小学生ロングキックチャレンジは次週に続く。キックオフ。ということで、いかがでした？あの緊張しているあの表情も可愛らしかったんですけれども、はい、でもカメラが回っている中で、あの堂々としたキック、うん、なかなか良かったんじゃないでしょうか。すごかったですよね、はい、かっこよかったです。次回は日置市の飯村サッカースポーツ少年団の挑戦です。さて、キックオフ鹿児島ですが、来週から放送時間が変更になり、日曜日の午前10時からスタートとなります。30分早まるということですね、はい。変わらず鹿児島のサッカーを熱くお伝えしていきますので、引き続きよろしくお願いします。ではキックオフ鹿児島。